算すぎる、とうと7入試。竹内夏樹、国学院大西部1位、ソフバンにめった打ち、西舘雄飛、中央大巨人1位、起用コロコロ、草加翔、アジア大中日1位、トミー・ジョン。細野晴希、東洋大日本ハム1位、ノーコン、常広隼人、青山学院大広島1位、2軍スタート。下村海斗、青山学院大阪神1位、2軍スタート、西舘昂太、専修大ヤクルト1位、2軍スタート。もう終わりだよこのドライ。まだ始まってねえよ。どこが投手大豊作ドラフトなんや。竹内もダメか、これはいよいよ、中日はたらいの一人勝ちだな。開幕そろそろやなーって感じのノリ。やっぱ、社会人の渡来が大当たりあったか。代わりと言っちゃだが、名城の二人がかなりいいんだよな。松本には期待しとる。竹内は、左で150バンバン投げれて、コントロール良い時点で、どうとでもなるやろ。じゃ、ない方の西舘も普通に、結果残してるし、この二人は活躍するわ。竹内が空振り取れる球ないのは、ドラフトから言われてたからな。下村は一体何の故障なんやろ、ファンザ西舘は肘やっけ。常広や下村は、強速戦力やないん。強制のこの時期のめった打ちなんて参考にならんやろ、オープン戦終盤で間に合わすから。竹内くんは隅田みたいになりそう。上田キュートが成功したらそれこそやろ。渡来、小砂利、キュート、上田西、前田、残りの5名もうーん。言うて、最近1年目からバリバリできる投手いたか。俺は今はプロアマの差が広がってて、大卒でも来年再来年まで2軍で、みっちりやってそこから勝負というように見てるわ。森下が最後じゃないか、そのまま即戦力で活躍できたの。西舘優、竹内は投げられるだけ、マシという状況だからな。